軍事大国である中国とロシア、この2国が仲良く艦隊を組んで日本を一周したのは割と最近の出来事でしたね。津軽海峡を通過して太平洋に出た艦隊は南下して大隅海峡を通過しました。その後日本をぐるりと一周したそうです。修学旅行ですかね。ちなみにこの艦隊には潜水艦が一隻含まれていたことも確認されています。今回は中国ロシア艦隊の動きについて見ていきたいと思います。領海ギリギリを一周された日本も黙ってはいません。次の一手を打ってきますよ。またアメリカも中国のライバルである台湾をリムパックへ招待しようと目論んでいるようですよ。こういったことも含めて今後の動向がとても気になるところです。中国&ロシア艦隊の日本一周について詳しく説明します。2021年10月、中国とロシア2国の海軍艦艇計10隻が日本海側から津軽海峡へ入り、通り抜けて太平洋側に進出しました。その後、太平洋を南下、九州の大隅海峡に到達後、日本の周囲を一周するような形の航行を行いました。こういった経路は今までにありませんでした。津軽海峡や大隅海峡って日本の領海では？そこを外国の艦隊が通っていいの？と疑問に感じる方もいらっしゃるでしょうね。実は津軽海峡や大隅海峡には広い部分があり、そこは国際海峡と定められているのです。国際ですから世界中の国の船が通過可能な水域ということになります。ですから今回のように中国やロシア軍艦が通過しただけでは国際法上に照らしても違法ではありませんし、ましてやその非を問うことはできないのです。とは言ってもこの日本一周は日本に対する一種の挑発行為と考えるのが自然でしょう。実際の艦隊行動に参加した船について紹介します。中国海軍では連配級ミサイル駆逐艦1隻、ルーヤン3級ミサイル駆逐艦1隻、ジャンカイ2級フリゲート艦2隻、フチ級補給艦1隻の5隻と見られています。ロシア海軍ではウダロイ1級駆逐艦2隻、ステレグシチー級フリゲート艦2隻、マルシャルネデリン級ミサイル観測支援艦1隻の5隻です。各5隻ずつの中、ロ海軍合計10隻が艦隊となって航行したというわけです。前述のように、これらの艦艇は、10月18日、津軽海峡を通過後、太平洋側に出て南下、21日頃には、伊豆諸島周辺海域を通過し、さらに南下を続け、高知県沖合海上を通って、最終的には大隅海峡を抜けました。その後、23日に長崎県の男女群島の南南東海上に到達。その際、中国海軍駆逐艦からヘリが一機発艦したため、空自はスクランブル発進を行い、これに対応したということです。この出動についても、領空侵犯等の問題には発展しませんでした。中国ヘリは、そのまま母艦に着艦して、何事もなかったような状態になりましたが、このような動きで、日本の反応を探ろうとしたように感じられます。実際、そういった目論みを持って動いたことは、間違いないでしょう。今回の中国&ロシア艦艇は、日本一周航海を行う前の10月14日から合同軍事演習中でした。場所はロシアのピョートル大帝湾の周辺海域で、合同軍事演習は海上連合-2021と呼ばれていたそうです。その流れで
日本周辺一周の旅行に出かけたというわけでしょうかね。ちなみに、ピョートル大帝湾というのは、沿海州の港で、代表的な都市として、ウラジオストックやナホトカがあります。ということは、日本にかなり近い場所ということがわかりますよね。だからこそ、簡単に津軽海峡へ入ってくることができたというわけです。名前のピョートル大帝というのは、帝政ロシアの初代皇帝で、近代化と大国化を進め、自国の勢力をバルト海まで進出させました。言うなれば、ツトム。大なロシアの英雄ですね。その名前を、東方の海域につけたということで、当時のロシアの欲望、不凍港が欲しいを体現していると思います。後に、ロシアの欲望と近代化を果たして、勢力拡大を望んだ日本がぶつかったのが、日露戦争というわけです。艦は9台。さて、海上連合と名前をつけた中国とロシア海軍の合同軍事演習が始まったのは、2012年、平成24年からでした。その後、ほぼ毎年実施されていますが、今回がちょうど10回目ということで、対空、対潜、対水上などのあらゆるパターンの戦闘を想定した実戦的な訓練が行われたと推測されています。新華社通信は、海軍研究院に所属する人物の発言として、この合同軍事演習海上連合 -2021 は、中ロ相互の高度な戦略的信頼関係の表現と評しました。日本やアメリカへの牽制ということは明白でした。この言葉を裏付けるかのように、中国は2020年に就役したばかりの最新鋭連配級ミサイル駆逐艦一番艦南明を参加させています。この艦にとっても、初めての他国軍との合同軍事演習となったと報じられました。この連配級ミサイル駆逐艦は、055型南明級駆逐艦としても知られていますが、かなりの大型艦で、アメリカでは、巡洋艦と認識されています。排水量で見れば、アメリカ海軍のタイコンネロが旧巡洋艦以上ですから、現在の世界で、これ以上の排水量を持つ水上戦闘艦は、アメリカのズムウォルト級駆逐艦と、ロシアのキーロフ級巡洋艦しか存在しないほどです。大きいものを好むのは、中国だなぁと、別の意味で感心してしまいますね。アメリカのズムウォルト級駆逐艦は、デザインの点で、建造経費が高騰したり、兵装に問題があるため、3隻で購入が中止された、不名誉な歴史を持つ艦です。ということは、今後数が増えることはありませんから、戦力としても使えるのかどうか、怪しい代物になっています。ロシアのキーロフ級巡洋艦は、航空母艦以外の水上戦闘艦としては、世界最大の排水量ですが、1980年から1998年、昭和55年から平成10年にかけて、旧ソ連時代に4隻作られた旧式艦です。さすがに動いている艦には近代化改修を行っていますが、これも今後数が増えることはありません。そういう事情があるので、中国海軍の連配級ミサイル駆逐艦だけが、今後も隻数が増えると考えられる現状では、唯一の巡洋艦に相当する水上戦闘艦ということになります。すでに8隻が建造されていますが、今後は、改良型の 055A 型の建造が始まるものと見受けられます。では、ロシア海軍について見てみましょう。ロシア海軍が、今回参加させたのはウダロイ19駆逐艦で、旧ソ連時代の1980年から1991年、昭和55年から平成3年にかけて12隻が建造されました。この艦は、2021年現在、
12隻建造されたうちの7隻がロシア海軍で使用していると思われますが、2013年以降に近代化改修計画が提案され、その実施をもって海軍内でも大型対戦艦からフリゲート艦と呼ばれるようになったそうです。さて、国際海峡とはいえ、目と鼻の先を通過された日本。どんな対応をしたのでしょうか。中露両海軍艦隊に、自国本土の周囲を航行された当事国としては、この2国のこういった艦隊行動は初めてだったということもあって、任の一時というわけか、特に行動はせず、警戒を強めているといった状況です。かといって、見過ごしたままでいるとは思えませんが、当事国の一つの中国も、逆の意味で、この日本周回航行を大きく取り上げたと言います。というのは、アメリカ海軍が、航行の自由作戦と名付けて、南シナ海や台湾海峡へ、艦艇を展開していることへの面当て的行動とも言えるからです。南シナ海や台湾海峡というのは、中国が、一方的に、領有権を主張している海域ということは嫌というほど知っていますよね。知っているというか、知らされていると表現した方が、ぴったりでしょう。中国の今回の行動は、アメリカへ対抗するものだとして、中国国内では、支持を集めているそうです。つまり、中国の海軍戦力の充実を世界に見せつけると同時に、アメリカへ、台湾問題も含む絶対譲歩は、しないという、強い姿勢を示したものと思われます。要するに、中国の国威発揚に利用されたという感じを強く受けます。